ボンネットを買う女性たち、ボンネット、ボネはヨーロッパの伝統的な帽子である。いくつかの種類の帽子がボンネットと呼ばれる。現代ではロリータファッションで被られることがある。スコットランドではボンネットは様々な種類の男性用帽子を意味する。現代フランスでもある種の男性用帽子がボンネットと呼ばれる。現代ではかつての婦人用ボンネットのように顎の下で紐を結ぶ。 ボンネットが乳幼児向きに使われる。ベビーボンネットという名称で呼ばれることもある。ベビードレスとセットに使われることもあり、お宮参りなどで赤ん坊にベビードレスを着せて、ボンネットをかぶせ、おくるみにくるまれた姿を目にすることもある。また、パジャマとして使われることもあり、寝る時にはベビーウェア、またはベビードレスとセットで頭にかぶせ、ベッドやゆりかご、布団、 空範に寝かせつけることもある。ユーラリー、オズグッドグローバーチョバーサコーベットメルチャーへ、オランダの三本ネットの赤ちゃんデザインはアップリケキ,キルト等の題材にされた実写映画、ポパイでも使用されたこともあり、ポパイとオリーブが捨て子の赤ん坊スイーピーと初めて対面するシーンでは、蓋が閉まったバスケットに寝かされていた赤ん坊スイーピーの格好は、 ベビードレスにベビーボンネットでおくるみにくるまれ、ベビードレスの胸元にピンセットで手紙がつけられていた姿だった。以前、絵本やイラスト、差し絵などでもベビーボンネットをかぶった赤ん坊の絵が見受けられたが、近年ではその赤ん坊の絵があまり見かけなくなってきている。ロシアの王女、タチアナ・ニコラエブナ1898年ウィキメディア、コモンズには、ボンネットに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。